本日は2022年10月24日月曜日です。恒例の月曜清掃が行われる予定です。基地放送がありましたので、この後清掃作業が始まります。次々と車がやってきます。隊員がバスでやってきました。バスから降りて清掃が始まります。月曜清掃スタートです。滑走路を歩きながら目視で確認していきます。何か見つけたでしょうか？このように滑走路全体を確認していきます。ではなぜこのような一斉清掃を行うのでしょう。ご存知の方が多くいらっしゃると思いますが、一応お話しします。基地内にはこのようなインフォメーションボードがあります。ストップ FOD と書かれています。こちらは路面にも FOD と書かれています。ここに書かれているストップ FOD ですが、どのような意味でしょう。 FOD Foreign Object Debris とは航空用語になります。航空機もしくはその関連システムに損傷を及ぼす可能性のある物品または物質のことを言います。具体的な説明は広報官が行っているので聞いてみましょう。皆さん、もう一度身の回り自分の持っているものチェックしてください。落としてはいけないもの、落とされてはいけないものをチェックしてください。で、ここのライン、ここから先は
走らないでくださいね。あとは FOD って書いてありますが、ジェットエンジンは異物に弱いんですね。なので例えば小石とかを吸い込んでしまうと損傷してしまいます。なので人に入ってきては必ずチェックをします。例えばイメージ的にはね、足の裏に石が入ってないか、まあ、こんなようなチェックをしていただいて、あとは自分の身の回りのものですね、落とさないようにということでした。丁寧に説明してもらいました。何か落ちていたようです。大体終わったようなのでチェックをしています。引き上げていきます。整列して戻っていきます。バスも戻ってきました。
続々戻っていきます。最終チェック、最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していただけると幸いです。